ここは自由に空気を読んで良い空間。あなたが空気を読むことを止める人は誰もいません。たった一人で空気を読める夢の世界。心ゆくまでご堪能ください。はい。画面内の赤いのを動かすことで空気を読め。そうじゃない場合もあるが、そこは空気を読んで違う行動を取れ。中断したいときはエスケープキーを押せと。はい、第1問。あー、そういうこと？こういうことね。いいよ。あー、なるほどな。100点だろ、今の。そういうことね。こういうことか。え、今のよくわかんないけど。今のいけたのか。第3問。え？え？どういうこと？伏せできないんだけど、ちょっと。何ボタンか教えてよ、伏せ。お前ら、はい。そしたらさ、バカじゃん。あー、来たね。何？こういうこと？あ、いいのかな？いいのかな？今ので。え？何これ？あー、こういうこと？こういうこと？か？ほう？え？今、下だったか？今、下の穴だったな。なんとはなしに読めてるっぽい。なんだよ、その中途半端な評価。下だ。なるほど。はあ、ははあ、もう一回やりて。ちょ、第6問なんだけど。下か。こうか。ああ、なるほど、なるほど。サンタクロースが来て。いいのかな？これでいいんだよな。空気読んだよな、今。あ、なに？ご注文は？生、はい。あー、生。これでしょ。よかった、今絶対成功しただろ。とりあえず生でしょ。え、何？どうした？合コンで？どうしたらいいのこれ。何が正解なの？何が正解だったの今の。今の何？え？A、B。あー、A、B。いや、これ、C でしょ。これ、あれやんな。しゃあないやな、この、場を保つために仕方ないことだよな。C 選ばないとダメみたいな空気だよな、これ。この最後の1ピンを倒せば付き合ってください。うん、何それ。急な。絶対当たってない。絶対当たってないんだけど。そこはかとなく読めてるっぽい。いいんじゃない？絶対当たってないんだけど今の。いやでもいいんじゃない？え、まだ続くの？何問あんのこれ。100問とかいうやつか。これ何？こういうこと？はい。はい。え？何なの？これでいいの？今のでいいのかな？起立、立て、礼、はい、着席、はい、いいんじゃない？機敏じゃない？うますぎる。彼女と動物園に来ました、はい。何、そういうこと？今あれしてるからみたいな、大事なところだからみたいな。え、これ今何が正解なのかよくわかんないんだけど。何、どういうこと？どういうこと？何も仕上げられないんだけど。何もできないんだけど、ちょっと。何したらいいの？ちょっと、ボタンないんだけど。え？何も、ちょっとさ、何もいじれなかったんだけど、何が正解なの？今の。あ、こういうこと？はい。こういうことね。うまいんじゃない？あ、うまっ！ウェーブの鬼じゃん。程よく読めてるっぽい。読めてる感じはしないけどな。今の驚いてあげなきゃいけなかったのか。なるほど。何ボタンだったんだろう。上を押しても何もなかったぞ。第16問。長えな。50問か。え、何これ。あー、こういうこと？てかさ。水たまりバシャーになると思ったんだけどさ、別になんなくね？別になんもなんなかったんだけど。
あ、なになに、どうしたの？次のバス停で降りる僕です。はい、あ、横な、こういうこと？なんやな、合ってんの？どうなの？わかんないんだけど。あー、はい、どうぞ。リア充号、はぁ、ふざけんなよ。なんで？あ、逆じゃないとダメだったみたいなこと？あー、なるほどな。あ、これはこうでしょ。あー、なるほど、そういうこと。あ、ポールがあったから。あ、あ、こういうことな。オッケー。こんなこと今時やる人いるの？ちゃんと。こういうことか。わかるよ。そこ測ったの、これしかないんだけど。これしか出ないんだけど、完璧になりたい。完璧に空気を読みたい。21問。あ、なにこれ？あ、おはようございます。はい。あ、はい。今の合ってんの？合ってたとしても無理じゃねえ、もう。取り返しつかないじゃん。あー、なるほど。ははーってやつか。あー、はい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 。ここで切りかかるのは、なんか、クゲの人だけだからな。水戸黄門で。あー、こういうことね。ちゃんと、歩く速さを一緒にしてあげようかい、みたいな。え、後ろの人、何？ガンダムみたいなやつがいたんだけど、今何？今の。誰？ガンダム出てきたんだけど、後ろで。今日はデートでそろそろ彼氏と思っていいかな。はい。アニメを見に行こうとするので恋愛以外にさせました。男の子って本当に空気読む。は？彼を作った勇気を出して手をつないできた。もう私たち付き合ってるよね。はい。どうしたの？あー、こういうことね。あー、そういうこと。合ってんのこれ。アタックしたけど。こういうこと？こういうこと？これ。あからさまに読めてるっぽい。ああ、いいんじゃない？めっちゃ早かったけど今。いやー、いいんじゃないか？ところどころ止まるの、ちょっと26問。これどこまで行くの？ああ、監督誰がイエロー役やってくれるか？え、どういうこと？何もできないんだけど、ちょっと。何もできないんだけど。では、何ボタンだろう。ああ、結局俺がやることになったな。こうだろ。イエローだけ太いな。あ、イエローは太い人が多い。あ、なるほど。ああ、待って。これこうで。待てよ。こうだろ。はい。で、なんなの？あ、脳内の占いで君のを見てあげるね。わあ、楽しみ。あっと、じゃい。これ、消せるの？なんか。これは、これはこうか。こういうことね。消せ、これでももう見られたから意味ないでしょ。っていうか。右向け、右。はい。そこはかとなく読めてる。太いなぁ。七三の人いないよな、こんなに。え、左向かなきゃいけない。え、あれ、いや、右、あれ、右向かなかった今。え、左って言ってた。わかんない。あ、ハゲ、バーバーよりはバーかな、ハゲだし。いや、これ合ってんのかこれ。あ、どうしたらよかったの今。君が手術に勝てるように明日の試合ホームラン打つぞ。あ、ちょ、終わったんだけど読んだら。あ、なるほど。終了。こういうことか。なるほど、分かってるよ。なるほど。あ、え、どうした？
これが最後のボールだ。絶対に当てなくちゃ。あ、モンスターボール。あいしょい、無理なんだけど、早すぎて。ちょっと。早いんだけど。なんと話に読めてるっぽい。あ、なるほど。早いんだけど、モンスターボール。あんなカーブ投げんなよ。これ、瞬発力いるわ。36問。はい。みんな結構飛ぶの早い。うまい。みんなとちょっと合ってきた。心通じてる。みんな飛ぶのめちゃくちゃ早くね。あ、あ、あ、こうだ。いいじゃん。あれ一人だけ立ったらやばいよ。俺はお前らと違うぞみたいな。あ、ナイスショット。あ、え、ちょっと時々何もできなくなるよねこのゲーム。おい、なにこれ。これでいいの。あ、帰ってきたんだけど。帰ってきたんだけど。どういうこと？お手を拝借。はい。あ、絶対ダメ今の。今の絶対ダメ。そこはかとなく読めてるっぽい。パンパンってなったもんな今。しかもお茶じゃんちゃんと。いやーおもれえなこれ意外と。まさか。これは別に動かなくていいのでは。これで空気読んだのかな。今日は大好きなアイドルの A 子。あーでもこれね B 子でしょ。これ空気読んでんのか。いいのかこれで。あ、どうしたどうした。あーなるほど。あーこれ取っちゃダメなんじゃない。あ、何これ。カメラ撮影どう長くね。あ、え、どうした。あのさ、撮れたり撮れなかったりするんだけど。この部屋少し寒くない。了解。了解とは言わないんだよ。あー26度じゃね。これでいいんじゃない。寒くないだからちょっと上げてみたいな。あ、28度なん。あ、消すってやつか。なるほど。え、なにこれ。あー、あ、こういう感じ。読めてたの今。あーあー、これね、こういう感じだ。はい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 、ちびっこ相撲でね。読めてるぞ。あー、喉渇いた、ついでにコーヒー買ってきた。了解。あーあ、あ、え、ないんだけど。ちょっとこれかな。お茶でいい。え、だってホットしかないよ。だってね、これでいいってことでしょ。お茶かゼリーかってやつじゃないの。え、だってホットだってね今。あー、これちょっと、あ、違う、これで自分のとこに置いちゃダメなんだ。こういうことだ。なるほど。読めてきたねこのゲーム。え、こういうことだろ絶対。自分のとこに持ってきがちですかみたいな。脅威の気候術。あ、じゃあ、はいはいはい。はい。なんもしてない、まだ。なんもしてないんだけど。早すぎ。今のやばいな。え、おもろくねこのゲーム。100問できるぞ。え、なにこれ。これ何？こう。これ見ちゃダメってやつ？見ちゃダメってやつでしょこれ。空気読んだら見なきゃいけないのか。あーあー、ちょっと何？さっきのシーンのあれか、振り返りみたいなやつか。離れろと。え、スピードメーター。え、どういうこと。え、どういうこと？
一瞬俺が止まったからよかったのか、あれ分かんねえ。あ、これ千と千尋じゃねえ。頑張るんだぞ。はい、勝った方が焼肉食べ放題。うへへへ。線は書いても書かなくてもいい。あ、じゃあ待って、お前こうでこうでこうで、これ書かなきゃダメじゃね。これいるよね。ちょっとあれ、これ書かなきゃいけないんじゃね。あ、え、書けてなかった今。あ、え、何これ。あ、あ、パンツかこれ。なるほど、こういうことでしょ。こんなロボットいるか。ふんどしみたいな。なんなんだよこのロボット。さっきからあからさまに読めてるっぽい。お、いいじゃん。え、じゃああれでよかったのかな。じゃあ多分あれでよかったのでは。節子だった、節子、ホタルの墓だよ。よし、56問。お前彼女久しぶりに脳内フラ、あ、出た出た出た。待って、なんだ、またか。あ、あ、そういうね、地図レゲ的なやつね。なるほど、これを、あ、違う違う違う、あ、あ、なるほど、あ、なるほど、あ、うまいね、うまいやり方。ちょっとやばいやつね、地図レゲがね。ねえ、聞いてんの。はい、これでいいの。あ、これ絶対違うよね。絶対違うよね。これこういうことじゃない。あ、ギリギリを見極めろってことだ。はあ、なるほど。あ、ない、今日はプレミアムフライデー。はい、何何何、15時か。あ、帰れ帰れ、15時に帰ろう。これで、これ、あ、帰りたい。ちょっと、帰れ。え、帰れできないんだけど、ちょっと、無限に残業させるんだけど、ちょっと、ねえ、ごめんて。何もできなかったんだけど、何をしたらいいの、これ。え、彼女。あ、え、これ焼肉はまずいでしょ、彼女は、ちょっと。ねえ、牛だし。彼女なんなん、そこはかたなく読めてるっぽい。あ、でもあれでよかったんだな、じゃあ。いや、なんかスペースを押してもダメだったよ、今。いまだにこれ、パソコン版となんか、え、なになにね、これ。え、で、これあれだ。定期的にあっちに流してあげなきゃいけないから、ちゃんとちょっとずつ食べるみたいなことじゃないの。え、なにこれ。どういうことだ。全部取っちゃダメってことなんじゃないのこれって。あ、卵か。え、あ、卵を食わなきゃいけないのか。よーって言ったら手を叩いてね。腹立つわ、マジでクソが。あー、これこういうことじゃない。え、どういうこと。え、お弁当温め中だから、そうそうそう、あ、右にずれるってことか。俺大抵なんかあっち行っちゃうんだけど、横の方にずれる。あ、声ありがとう。はいはい。いや、家はダメじゃない。全部とりあえずイエーって言っとけんじゃない。急にじいちゃん死んだ話しないでよ。ガンダムなんだけど。いや、これはこっちだろ。これこっちだろ。あんな女の子いないだろ、どう考えたって。おかしいだろ。あー、だから鳥だからちゃんと卵を全部食わなきゃいけなかったのか。なるほど。いや、難しいな、空気を読むってそういうことか。あー、これ後ろの人見えないから、あ、ちょっと通りますよしてこっち行けってことだ。あー、なるほど。こんな紙のやつ見たことねえよ。
あ、なになに、順番に乗り込んでください。じゃあ、あれ後ろの赤い人のだもんね、あれシャアだもんな、後ろのやつ。じゃあこのなんかボロい悪怪みたいなのに乗らなきゃいけない。お前後ろの敵なんとかして。はい、やたらガンダム。あ、ちょ、味方が、後ろの敵が、あ、なるほど。ちょっと、あれ、あれ味方か。え、どういうこと。え、今良かったの今ので。あ、だだだ、なるほど、スタンディングオベーション的なやつね。危ない危ない、今の当たってなかった。すっ、普通に外したやな今。成功なんだけど、恥ずかしいやつや。あ、なるほど、これはちょっとさ、君、あ、ちょっと今見られてたし、今なんか右にいたぞ。なんで鍋すっからかんなん、食べ物届くまでもう少し。あ、そういうことは、無理なんだけど。いや、これはちょっと難しすぎません？無理だろ今の。あ、なるほど、ちょっと、難しい。ちょっとさ、これむずいんだけど、左押して上押して右やらなきゃいけないんだけど。あ、なにこれ、明日は彼女とのデートだ、明日の受験が俺の人生が決まる、明日の武道館ファーストライブがなんとかなんとか。あー、なるほど、こういうことか。はい、台風をぶっ飛ばすと。あ、白馬の王子様に助けてもらうことが私の夢なの。はい、魔王の城競馬場。魔王の城じゃない、競馬場ではないんじゃない、多分競馬場ではない。そこはかたく、いや、読めてないでしょ。やばかったさっきのエグザイル。はい、はい、あのライブのあれね、ライブのあれね、ちょっと早いんだけど。ちょっと早いんだけど。第77問。これちょっと演技いいな。仮装大賞、金ちゃん。こういうことじゃない？あの、いい感じのところで、なんかこのゆっくり上げていくみたいな。多分合ってると思うよ。え、何これ？あ、押すなよ、押すなよってことか。こういうことでしょ、だから。何回かやらせた後にやるからおもろいみたいな。熱くない。熱くないけど、どういうこと、立てないんだけども。え、死んじゃったんだけど、あの人。あれ、上がってだってさ、あ、何、業界に詳しい英子さん。はい。誰？どうしたの？急に。あー、そういうこと、こういうこと？なるほど、あぶね。モザイクね。あぶねえ、今の。なんかモザイクが動くと思わないじゃんな。いや、てかもう、初めからアウトだよな。アイドルビーコちゃんが始球式を行います。はい。あ、空振りしなきゃいけないやつだ。こういうことでしょ。だよね、だよね、分かってるよ、始球式打っちゃダメなんだよな、ちゃんと三振取ったという。あ、あ、これあれ、ゼルダトライフォース、これいけんの、これ大丈夫、これ許されんのかな。どうした、またお腹痛いのか。まもなく山頂だ、ドキドキ。あ、彼氏彼女、どういうこと、これ、何したらいいの。え、あ、どういうこと、あれ、あげなきゃいけないやつだよね。あ、これ驚かなきゃいけないんじゃない。あ、死んだふりってことか、これでいいの、大丈夫、
めっちゃ家具じゃん。これでいいのかな。何もしてないんだけど。あー、え、何見たらいいのこれ。あ、教科書を見とけってことだ。なるほど、多分そう。危ない危ない。程よく読めてる。いやー、よかったよかった。危ない危ない。下心持っちゃダメってことだ、このゲームでは。ちょ、おもろくねこのゲーム。はい。あ、シートベルト。え、これで、これでこう。いいね。自分でつけ、あ、お前だから私か。お前が私か。自分でつけろやと思ったけど、自分だったわ。この問題わかる人。あー、これはね、これはこういう子にやらなきゃいけないってこと？みんな手挙げてるから、あの、やばそうな子にあげると、ま、きっとわかんないけど、親御さんがいるから手を挙げなきゃいけないみたいな。こういうことでしょ？え？ UFO 見た方がよかったな、あれ。あれ、UFO 見た方がよかったな。UFO 来たんだけど。え？あー、こういうこと？これでいいの？え、これ空気読んだろ？かっこいいじゃん。質問にイエスなら手を挙げろ。はい。ノーなら手を下げろ。はい。地球を滅ぼされたくなければ空気を読め。はい。急に壮大なんだけど。お前は地球人か？はい。地球を滅ぼされたくない。はい。これでいいってことだよね。地球を滅ぼされたくなくなく、え、されたくなくなくな、あ、じゃ、だ、どっち？おとといの明日は明後日先おとつい、わかんねえ。思わせているか？あ、違う違う違う、逆、違うよ。ここで何かを見たか？何も見てません。秘密は守れるか？はい。めっちゃ宇宙人。かゆいところありますか？あ、ないです。大丈夫です。お前に地球を守るヒーローをやってもらう。はい。はい、でもないけど。どうなったの？俺。そこはかとなく読めてるっぽい。絶対読めてねえだろ。どういうこと？めっちゃ意地悪なもんだったしな。テレフォン。キャー助けて、あー！あ、違う、これ言っちゃダメなんだ。あ、この人が助けるから反対行かなきゃいけねえんだ。なるほど。やっちまった。なんでやねん、アホちゃうか。こうでしょ？定期的にこれ来るの。左行かなきゃいけなかったんだ、あれ。話題のあのバンドの今後の方向性、ボーカルソロデビュー。はい。あ、あ、こういうことか。なんだよ、びっくりしちゃう。何しなきゃいけないのか分かんなかったよ。出た。ちゃんと読まなきゃいけないやつな。何来る？ウェーイのやつだよな。コインありがとう。ウェーイ。俺たち今日で解散します。ウェーイはダメなんだよ。だからそれぞれ力をつけてまたいつから集まるから。これだよな。こういうことじゃない？え、違うの？また集まるって言われたから。ああ、後ろのやつをね。ああ、あ、あ、ちょっと、あ、持っとけってことか。なるほど。え、難しいんだけど、何これ。何今の難しいんだけど。何そのちょい焼け。持っとくとかできんのかよ。絶対できんだろ、電車のあれ。今日は絶対に座るぞ。あー、あ、いや、ここでしょ多分。絶対に座るけど、あの、広い方に行っちゃいけないみたいな。
暇だな、久しぶり惑星でも、あーヒーロー、ヒーローいるよの方に行かなきゃいけないんじゃない、怪獣的には多分。なんで怪獣が空気読まなきゃいけねえんだよ。あーでこれ食らったらやられなきゃいけないんだ。太いなー。しかしお約束を守る、めっちゃ可愛いじゃん今の恐竜。何これ、久しぶり、空気を見せたく来てくれた。エンディングじゃん、ずっと会いたかったんだよ。もっと強く手を握って、はい、懐か、な、なになに、急に急にしんみり、心霊写真を喋ってくれたよね。え、そんなことあった、あれ携帯の間違い、あ、撮ってたわ、そういや、あれだ、反応しなかったから。一緒にいたライブ楽しかったな、牛とデートしたことあるでしょはい、全部知ってるんだからね、怖っ。もっと一緒に いればよかったな。彼女との別れってことか、これ怪獣って本当にいるんだね。私潰されちゃったよ。え、下にいたの、ごめん、私と初めて会った日のこと覚えてる、いや覚えてないかな。あなた優柔不断だから私のことは忘れて、うわー、ちょっと悲しい出来事じゃん。早く新しい人を見つけてね。え、悲しいエンディング、もしかしてこれ、なんか涙が止まんない。え、感動じゃん。空気読めなくてごめんね。気弱でもいつも周りの人に気配りできる。え、優しいあなたが大好きだって。え、じゃあ悲しいじゃん急に。もうピエンだろこんな。でも空気なんて読まなくていい時もあることを忘れないでね。え、なになに、感動対策じゃん。さようなら。え、死んじゃったじゃん。死にたくないよ。うわー、ちょっと、え、終わったのこれ。え、何、俺何やらされたのこのゲーム、どういうこと。死んじゃった。第100問、え、ちょっと、え、急に、あー、こういう感じね。はい、なんで俺がこれね、協賛みたいにやらなきゃいけないんだよ。そこはかとなく読めてるっぽい。なんで俺がクレジットやらなきゃいけねえんだよ。これ神ゲーだったな。お、来た、いいんじゃない、あ、高い、あ、いい、え、いい、いいか、負けない心が最も高く格闘漫画の主人公級、え、いいんじゃないこれ。ウィットさが足んねえらしい、もうちょっとユーモア持たなきゃいけないのか。